浪江町は帰還困難区域のうち津島地区など3つの地域に設けられた復興再生拠点について来月末までに避難指示解除を目指しています。町と国は昨日まで7回にわたって解除に向けた住民説明会を開きました。説明会では住民から線量などを不安視する声が上がりましたが、町によりますと避難指示解除を否定する意見はなかったということです。3月初めを目途に判断をして、そして議会の方に説明をしてまいりたいと思っております。町は今後国などと協議を重ねながら来月初旬に議会で解除の判断を示すとしています。